どうも、スケコムです。チャンネル登録、よろしくお願いします。いや、あんまり期待はしてなかったんですけど、一応買ってみました。最近発売されたあれです。そうです、あれです。Ryzen 5-5600G です。つい先日 Ryzen 5-5600X を買ったばかりなんですけど、今回のは内蔵グラフィックが搭載されたもので、APU と言われたりしてますね。Ryzen は昔から内蔵グラフィックが強いと言われていて、グラボがなくても APU 単体でゲームができる、みたいなことも言われていたりします。実際さ、APU しか搭載されていないのにゲーミング PC として販売されているモデルとかあったりしますからね。さすがにそれはちょっとどうなの?と思ったりはしますけど。で、今回の動画はね、Ryzen 5-5600G で色々ゲームを動かしてみた結果をご紹介します。APU の詳しいスペックとかを知りたい方は、AMD の公式サイトとかネット記事を探して読んだ方が早いですからね。検証環境はこんな感じ。マザーボードは ASRock の B550M Pro 4で、事前に BIOS は更新しておきました。メモリはデュアルチャネルの 16GB で、クロックは 3200MHz ね。CPU クーラーはおまけでついてきたリテールクーラーをそのまま使ってます。じゃあ早速行ってみましょうか。まずはフル HD 解像度でフォートナイトをプレイ。レンダリングモードはパフォーマンスで、3D 解像度だけ 100% に設定して試したところ、平均フレームレートはこんな感じ。さすがはパフォーマンスモードと言うべきなのか、グラボがなくても普通に100以上のフレームレート出せちゃってますね。AMD の内蔵グラフィックってそんなに強いの?と思う方もいるかもしれませんが、ファイアストライクのスコアとしてはこんな感じ。強いと言っても実際は GTX1650 の半分程度の性能しかありません。あくまで内蔵グラフィックとしては強い、くらいに考えた方がいいですね。フォートナイトのパフォーマンスモードが軽すぎるだけ、という説もあります。キーマウでフォートナイトをやりたいけど、ゲーミング PC は高すぎるんだよな。みたいな方は、キーマウになれるためのファーストステップとして、Ryzen 5-5600G を選ぶのはありかもしれません。ちなみにゲームの解像度をフル HD から 720p に落とすと、フレームレートはもう少し伸びます。ただまあかなり映像が荒くなるので、あんまり使いたくないですけどね。続いて FX レジェンズを低画質で試したんですが、このゲームにはパフォーマンスモードみたいなものがないので、さすがにちょっとしんどいです。いや一応プレイはできますけど、打ち合ってる時にフレームレートが30を下回るのはマジできついです。慣れてしまえばそれなりに戦えるかもしれませんけど、ちょっと酔いそうになります。これならプレイステーションでやった方がいいかも。フォートナイトと同じように解像度を 720p に落としたら、一応平均60くらいでプレイできるようになりました。まあスイッチでやるよりは快適かな、というくらいですね。グラフィックの軽さに定評があるバロラントも、低画質まで落とせば平均フレームレートは100を超えます。このゲームはパソコンじゃないとできないですからね。画質とかこだわらないから、とりあえずバロラントやってみたい。という方にはちょうどいいのかもしれません。レインボー6シージも軽いゲームの代表格ですけど、スペック足りてねえぞ。という注意書きがずっと表示されます。これ消そうと思っても消えないのな。マジでうざい。平均フレームレートは60にちょっと届かず、一応それなりにプレイはできますけど、これもプレイステーションでやった方がいいかも。バイオハザードビレッジも画質を落として試したところ、フレームレートは30にギリギリ届かない感じ。解像度を 720p にまで落とせばそれなりに動かせそうですけど、これもプレステでやった方がいいです。デスストランディングも低画質で平均フレームレートは20前後。シューターゲームほど素早い動きが求められるゲームではないので、一応プレイはできますけどね。まあなんというか、プレステでやれって話ですよ。赤炉も低画質で動かしてみました。さっきから同じような結果ばかりで大変恐縮なんですが、これもまたフレームレートは30にちょっと届かない感じです。私が言いたいことはわかりますね。めちゃめちゃ久しぶりにストリートファイター5をインストールしてみました。このゲームはアフターバーナーと相性が悪くて表示できないんですけど、ラデオンソフトウェアのパフォーマンスロギングでフレームレートを計測したところ、60出た時で安定していました。
まあ一応プレイできますよって感じですね。最後に原神です。低画質なら40前後のフレームレートで安定しました。ストーリーを全然進めてないのであれですが、ボス戦とかはさすがに重たくなったりするのかも。スマホでやるよりは快適かなというくらいですね。ということで今回はRyzen 5-5600G でいろいろゲームを動かしてみました。評価が難しいところですが、どう思います？パフォーマンスモードに対応したフォートナイトや、もともとグラフィックが軽いバロラント、原神みたいなゲームをプレイするにはまあまあいけるかなという感じですね。バイオハザードビレッジとかデスストランディングみたいなゲームは、プレイステーションでやった方がいいです。これは断言できます。上位モデルのRyzen 7-5700G ならもう少しマシだったんでしょうかね。一応ね、参考までにね、RTX 3060を乗っけて、もう一度検証してみたんですよ。パーツ構成はこんな感じ。RTX 3060が乗ってれば、フォートナイトはパフォーマンスモードで300前後のフレームレートを出せるようになります。Apex も低画質で200近くまでフレームレートが上がりました。これ解像度は 720p じゃなくてフル HD ですからね。スペック上は Ryzen 5-5600X より性能は少し低いんですけど、体感ではほとんど差を感じません。お金はないけど、とにかくパソコンでゲームがやりたい。みたいな方は、まずはRyzen 5-5600G でキーボードとマウスの操作に慣れて、貯金が溜まってきたらグラボを追加する、というパターンがいいのかなと思っています。最近はグラボの価格が徐々に落ち着いてきてますし、少なくともメルカリでよくわからん中古のゲーミング PC を買うより100億倍マシです。BTO で完成品を買う場合、アークとかサイコムではアスロックのデスクミニを採用したモデルが販売されてるんですけど、これ後からグラボを追加できないのでちょっとおすすめしづらいです。コンパクトさは魅力的なんですけどね、拡張性という点では絶望的。私のおすすめはつくもが販売している G ギアミニ。これミニ ITX のケースが使われていて、グラボを増設できるスペースもちゃんとあります。仕様上は30センチクラスのグラボも乗せられるみたいです。あとあとグラボを追加する可能性を考えておくなら、拡張性に余裕のあるものを選んだ方が絶対にいいです。それとね、ちょっとでも出費を抑えたいなら、自作に挑戦するのもおすすめですよ。パソコンでゲームをやってみたいけど、15万とか20万円とか高すぎるよ。みたいな方は、AMD の最新 APU、Ryzen 5-5600G を検討してみてはいかがでしょうか。では今回の動画はこれで以上です。ちょっとでも参考になったらチャンネル登録、高評価をお願いします。気になることがあれば、お気軽にコメントをどうぞ。最後までご視聴いただき、ありがとうございました。